リバイブ、グループボーナス解放。鉄拳王こと三島平八の息子であり、三島流喧嘩空手の使い手。幼い頃に平八によって崖から落とされ、それ以来並々ならぬ復讐心を持ち続けている。母和美からはデビル因子を受け継ぎ、その身をデビル化させる術を持つ。当初は力を制御できなかったものの、遺伝子学分野で躍進を続ける新興企業 G 社に己の体を研究させ、今ではその力を自らのものとしている。任せろ、ポニョたち。熱創価弾。どれ。まったく、あんまり俺を泣かせるなよ。お前ら。任せたぞ。
キング、人気と実力を兼ね備えた覆面レスラー、アンガー・オブ・ビースト。先代のキングが経営していた孤児院で育ち、その意志とジャガーマスクを受け継いだ青年。レスラーになった当初は実力が不足していたが、よく似たジャガーマスクのヒール、初代アーマーキングの指導により実力をつけていった。自身と同じく先代から名を継いだ2代目アーマーキングとの因縁を持つ。任せろ、ポイオたち。本当にご苦労さん。お前の負けだよ。遊園地やテーマパークが大好きな少女、理想の遊園地を作ることを夢見ている。生まれは中国、現在は日本に移住し、三島和也の息子風間仁のことを気にかけている。性格は無邪気で子供っぽいが、拳法の腕は大人にも引けを取らない。八卦掌、飛花拳をベースにした中国拳法で猛者たちと渡り合う実力者である。圧倒的な権力と経済力で世界に厳然たる影響を及ぼす三島財閥の初代当主。三島流喧嘩空手を使い、またの名を鉄拳王、ザ・キング・オブ・アイアン・フィスト・トーナメントと呼ばれる格闘大会の生みの親でもある。性格は豪快かつ狡猾。息子の和也からは復讐の対象とされ、世界をも巻き込む争いを繰り広げている。わしを倒せるとでも思っておるのか。さてやるか。はい、どれ。
Too easy. 楽勝だったぜ。新機能解放。行くぜ。ここで死ね。